恋に落ちたシェイクスピアは1998年のアメリカ合衆国イギリスのロマンティックコメディ映画ユニバーサル・ピクチャーズとミラマックスの共同制作でユップが日本国内での配給を担当した監督はジョン・マッテン脚本はトム・ストッパード主演はグイヌ・スパルトローとジョセフ・ファインズ第71回アカデミー作品賞並びに 第56回ゴールデングローブ賞、コメディミュージカル部門作品賞受賞作品。ロミオとジュリエットの初演を背景とし、若かりし、日のウィリアム・シェイクスピアと彼を信奉する、上流階級の娘バイオラとの恋愛を描く、悲劇の恋愛映画。ヒロインの名は、シェイクスピアの喜劇で、妹が兄の名を名乗って断層する、ジューニアの登場人物、バイオラと同名である。 作中にはシェイクスピアをはじめ、エリザベス一世や、クリストファー・マーローなど、エリザベス朝を彩る、歴史上の人物が多数登場する。また、トマス・ケントが女性であることを暴く陰気な少年、ジョン・ウェブスターも、実在の人物で、暗く残酷な作風で知られた、劇作家である。ペストが蔓延し劇場の閉鎖が、相次ぐロンドン。長いスランプから脱したウィリアム・シェイクスピアは、 ローズ座で上演すべく、ロミオとジュリエットの準備を行っていた。一方、芝居好きの資産家の娘バイオラは、貴族との演石を望む両親のため、貧乏貴族のウェセックス教との意にしまぬ結婚を前にしていた。ウェセックス教は結婚の直後に、夫婦でアメリカの農園に移り住む計画を立てていた。当時の演劇では、 風紀上の問題があるとされて女性は舞台に立つことができず、女装した編成期前の男性俳優が女性を演じていた。バイオラは男装して、トマス・ケントと名乗り、劇団に潜り込んで、抜群の演技力で、ロミオの役を得る。バイオラの男装は、シェイクスピアの知るところとなるが、シェイクスピアはこれを黙認する。既婚者のシェイクスピアは、 以前から女性の姿のバイオラに恋しており、二人は決して結婚できぬ間柄と知りつつ、忍んで会う仲となる。この時、ある若い貴族の男性に送ったとされる、シェイクスピアのソネと君を夏の日に例えようかが、バイオラに送った詩として使われる。芝居の準備は順調に進んでいたが、トマス・ケントが女性であることが、一座の面々や、 王室の祝典局長の知るところとなってしまう。それ以来、バイオラは姿を消し、シェイクスピアがロミオ役を務めることになった。しかし、本番当日、ジュリエット役の俳優が上演の直前に編成期を起こす。幕が開けられないと呆然とする一座の前に、結婚式を終えた直後のバイオラが駆けつける。 隠して相手役のジュリエットのセリフが完璧に入っているバイオラが女装した男性の俳優としてジュリエットを演じることになった。恋する二人はベローナの恋人を白身の演技で演じ芝居は大成功する。終演の直後、禁じたはずの劇の上演を知った祝典局長が兵士を引き連れ乗り込んでくる。ながそこに お忍びで客席にいた芝居好きの女王エリザベスが現れる。女王は一度宮廷で会ったことのあるバイオラに対しトマスケントとしてのねぎらいの言葉をかける。女王の隣席した芝居が風紀犯などありえぬとなって一座は無罪放免される。風紀貧乱の罪は免れたものの神の前で誓った結婚の取り消しは女王にとってもなしえないことだった。バイオラは ウェセックス教の妻となる運命を受け入れて、アメリカに行くこととなる。バイオラを失ったが、ロミオとジュリエットの大成功で、劇作家としての名声を確立したシェイクスピアは、女王の命令で新たな芝居の制作を始める。ジューニアと題するその新作喜劇の構想を練る。シェイクスピアは、アメリカに渡ったバイオラの新しい人生を無双する。難破した船から一人生き残ったバイオラが、 アメリカ大陸に上陸するシーンで映画は幕を閉じる。2011年11月にバラエティによりディズニーシアトリカルプロダクションズがロンドンでソニア・フリードマンプロダクションズと共に映画の舞台版を制作しようとしているということが報じられた。2013年11月に公式に上演予定が告知された。リー・ホールが台本を担当し、 チークバイ・ジョールのデクランド・ネランが演出を担当した。2014年7月22日にロンドンのウェストエンドにあるノエル・カワード劇場で初演された。このプロダクションはデイリー・テレグラフ、インデペンデント、ガーディアンから好評を博した。2016年12月から2017年1月まで神奈川芸術劇場にて、元製、刺激、 福山桜古代本による日本語の舞台版の本案、シェイクスピア物語真実の愛が上演された。上川高也がシェイクスピア役、水木有沙がバイオラ役を演じた。本作のパロディとして、1999年にジョーナス・スバウムの監督による短編映画、恋に落ちたジョージ・ルーカスが作られている。ありがとうございます。